みんなに伝えたいんだけどさ、テレビでは伝えられないんだよ。ネイチャー田中さつしまんのウソチャンネル裏バージョン。いいよ、これか。もういっぱいいるよ。結構人いますね。激戦激戦。多いよ。流行りだ。今までね、はい、いろんなやつでこの店だけ出さなかったの、はい。俺の一番好きな店はこの平井指定さんの。大城川駅。ここにも単線だから、ここね、大城川駅。すごい。いや、空気が綺麗。ほら、肺の奥まで。はあ、いいですね。ロングブレスです。ロングブレス。この空気を背負って、はい、この山、さっき言った原生林の山の水で蕎麦を洗うと、蕎麦が光るんですね。神様がなんかね、ってなんかいたずらするの、ものすごい味です、それは。あの、なんだろう、何味とか言って美味しいのは、ゲノゲです。違う、ゲノゲ、なんかほら、カレーが効いているとか、胡椒だ、塩だ、はいはい、味付けた、はい、違います。山が微笑んだって味です。山が微笑んだ味。もうこれはもう本当にグルメタレントでは説明できない、はいはい、そういう世界です。早速食いに行きましょう。まだ早いです。あと35分あります。めっちゃあるやん。35分ここで喋ってもよかったんだけど、まあまあ今のこれちょっと映ってるね。これ映ってますけど、これ映ってる。俺もいや、このまま流れてそば食いに行けるんかと思ったら、35分、あと30分、あと35分。また待ちかよ。この空気の良さを皆さんにお届けしたいです。うざうざうざ。ここのおすすめは何ですか。そばです。鬼面そば。鬼面そばってのはお前、どぶろくセットもあるんだけど、このどぶろく死ぬほどうまいの。お前運転しないから、じゃあお前はじゃあどぶろくセットにしようか。何でも大丈夫です。どぶろくセットで、俺は鬼面そばで、鬼面そばかな、はい、天ぷらとのそばがついたやつ。桜井さん3本。邪魔なんないでしょ。このね、皆さん説明したいです、はい、この水がめっちゃうまいのよ。水がうまいってありえないでしょ。うん、一気の予報した。なんだこのうまい軟水は。びっくり。おかわりおかわり。この水がうまい。軟水なんだって。いいですね。まあちょっと水ですけど。分からんのか。見ろこの、すいません、この空気と、はい、川の音を聞きながら、川の音を聞きながらだよ。でもうちょっとすると鬼山が飛ぶんだよ。鬼山が。うざうざうざ。うわ、この、はい、何でもないこのね、これどぶろくの、まあ、どぶろくの味もさることながら、山菜のこの味噌合いなんだけど、これウドだと思うんだけどね。これがね、めっちゃうまい。うわ、最高最高。これマリコさんもこれはもうね、これはもうたまらんよ。ちょっとお前のもらうよ。もちろんです。こういうの美味しいっていうのさ、はい、味で伝えられないでしょ。何味がないんだよ。これは無理です。やっぱり軽い苦味と水分感と、はい、地元で起きるなんか昔からある味なんだけど、山菜のすごいなんか爽やか、なんかね、脂が
油ちょっと使ってるんだけど切れてるっていうかね。切れてますね。自然の炭酸だから。おわ、これはうまいわ、やっぱり、運転する人はダメだけど、これはやばい、やばい、いい香りします。うざ、うざ、うざ。こちら先です。すごい、つゆ足りなかったらお控えください。はい、はい、はい、失礼します。光ってるの、光ってるの、ほんまや。さっき、あそこで説明したんやん、山の神様がほら、はい、ほらってなんか舌みたいな味だっつって。あ、わ、すげえ。ちょっとつゆがね、返しがね、薄いのよ。それがね、また抜群にいいの。おそばだけで食べても美味しいけど、まあ初めからこれいっちゃうよ。おつゆにつけて、つゆがシャカシャカシャカ、もう一緒につゆ飲んでもいいぐらいな感じ。うわきた、もこっちが全然違う。ほら、来てるわ。うまいわ。はい、じゃ天ぷらです。天ぷらです。これがまたね、山菜の天ぷらなんだけど。これもまたうまそうだね。これ本当、山菜のシーズンはね、山菜がすごいわけよ。はい。山菜のシーズンに、俺もバカが来るために、毎年来てるわけ。はい、お待たせしました。なんかいろんなラインナップが。うん、これは、これ、舞茸もあるし、これ、あるし、胡椒油もあるね。うどの、胡椒油あった。ナス、うどだね、うどの葉っぱ。この苦味が、うわ、山の神様、ありがとう。これ食って、これ食べたらもう、うまそうだな。最強。これが山菜とかの白ワインなんだけど、甘さと、うわ、田舎の人ってさ、こういうの日常食で食べてるから味付けがうまいのよ。東京でこんなの食べたことない。こんなの、これうわ、ごま油が効いてて、この山菜のうまみと苦味とちょっと甘みが入ってるね。それがやっぱり美味しいの。なるほど。キクラゲのこれ。季節のこの感じ。いや、もうたまらないよ、これ。これ食って、またこの蕎麦に戻ると、うん、この蕎麦が、うざ、うざ、うざ。とろろ蕎麦なんだけど、この強い蕎麦は、あったかいつゆに合うと思うんだよね。いただきます。うわ、ちょっとこれ。これ絶対食べた方がいいよ。うわ、何これ。とろろも美味しいんだけど、これつゆと、うわ、これうん、つゆそばになるとそばがだれちゃって涙になるけど、もともと強いから、ものすごい合ってます。なるほど。みんなに伝えたいんだけどさ、テレビでは伝えられないんだよ、もったいなくて。うまいな。お蕎麦とつゆの美味しさが抜群に。うざ、うざ、うざ。まあ、腹もいっぱいだし。よし、じゃあそろそろ山行きますか。山行こう、はい、まだ昆虫は出てこないけど、はい、ちょっと山の奥の方に行きます。ほう、黒いダイヤモンド、世界でやります。うざ、うざ、うざ。ジョーさん、最高、最高な空気、最高の場所、そして最高だろ、このどっかで見たことない、なんかこう、これ昨日来ましたね。そう、あ、記憶にある、はい、何回も繰り返して自分の中で、その何つうんだっけ、なんか一度来たことあるような気がするってやつな。いやいやいや、これだとここ昨日食ったそばです。
ごめん、これくしゃみだから花粉が飛んでる。いや、知らないですけど、大白川駅にある、うん、平井指定さん、はい、この僕が大好きなそば、はい、なんと今回のあれで2回目です1回行って食べて帰ってきても食べたくなる味って世の中にあると思います。なるほど、はあはあ、2回食べたくなる店、はあ、2回目取らなくてもいいですか。なんで2回目でどういうリアクションしてるか、はい、2回目なのにこうなのかって必要じゃない。そのぐらい美味しいってことだから、はい、ここは味じゃなくて体験なんだよね。この空気と水の体験、はい、体験は何回食べても体験したくなるじゃん。もう味じゃないんだよ。俺が本当に好きな1日に2回でも食べたい店っていう、そういう料理がこのそばなんですよ。同じもん食うんですよね。あ、同じですよ。同じもん食って2回目なんかまたちょっと違うなんかこういう感覚を得られたとかっていう説明が自分を探していただけるってことですか。ないです。え、2回見ることで目が、あれこれ1回見たなってみんなが思う感じあれこれ一回、あれ？何が得なんですかそれは。だからそのぐらいの店があるという熱が伝わるでしょ、はい、今ね、世の中の人は熱を伝えるのが下手になった、はいはいはい、なんか説明、スペック、なんか情報、はい、そんな情報何が必要だ。いらない。あるもう60歳近い男が、人生も先短いかもしれないよ、はい、美味しいものいっぱい食べれないかもしれないよ、その中で1回の旅で2回食べたくなる店って何なのかっていうそれを伝えられるだけで、はい、分かってもらえると思うんだ。ただ店がないっていうことではないですね。にバカか、誰に何を言ってんだ君は。そうです。俺はどんだけ店知ってるか、はい、どんだけ店、はい、これから降りてた、他にあるけど、あるけどその店行くよりかここに今行くべきだという。あ、そうなんですね。大自然の雪解け水、はい、ムダリンをこう通ってきて、はい、ろ過された最高の水が飲めて、はい、で天気がいい時に飲む水が全然違うから、うん、昨日の水の味と全然違う今日は、うわっと思うはずだよ。本当ですか。これやったんや、ジモンさんが言っとったのはこれやったんやっていうのが。俺は正直昨日、まあ、水は普通でしたね。ほらほら、あれは一般人の感覚だから、まだ自分の中で水が分かってないわけよまだろ過されてないわけ、はいはいはい、なんか自然に震わったことで、はい、お前これ東京帰ったら思い出すよ、あの水は何やったんやってそれは後から出てくる答えで今の答えじゃないってことが俺は分かってるから先に言ってんの、はいはい、あ、そうですか、じゃあまあ、行きます？もう時間、ね、行こう。うざうざうざ。どうぞ。皆さん三名で失礼します。また来ます。すいません失礼します。で同じ場所。全く同じ場所じゃないですか。同じ場所。これ全く同じ場所じゃないですか。何？でもさ、え？全く同じことしてますよ。そうだよ。ねえ、これなんか意味ありますマジで。同じ場所で。え？何がつまらないの？お前は本当に頭でも脳を考えすぎて体験しろって。いやマジか。え？体験したら分かるって、バロサロ。本当ですか。うん。すいません、いつもありがとうございます。この水です。ドブロクセットと金麺そば2つ、はい。それも昨日です。ドブロクセットが1つ。それと金麺そば2つ。はい。それでいいです。これでいいですか。はい。ありがとうございます。さあ。全く同じもん買って。それ、せめて何じゃ違うのかダメだね、同じ。うざうざうざ。お水いただきます。お水いただくんだよ。うまい。ここまで全く一緒です。ショさんごめんなさいね。これコップの写真を撮ってるのは、はいはい、何ですか。水の写真撮ってる。あのね、じゃあちょっと言うよ、お前らのレベルとちょっと町中華のお水と見たい、あの、聞いて話を、話聞いて君らのグルメレベルと僕は違います。じゃあ東京の有名な星を取ってるような有名なお蕎麦屋さんで食べます。何が違うかって言ったら、それは蕎麦のクオリティや技や返しの濃さや、それはすごい店ありますよ。でも絶対ないものこれです。この水はないです。軟水これがまた蕎麦を洗ってる水があって、このお蕎麦さんの努力とあれは水で報われてるっていう感じがするんだよね。わからないか。ち
ょっとじゃあ見てる人には分かんないんだろうね。僕がこれ今実際にここにいて分かんないんで、いや見てる方もっと分かんないと思うんですよ。でだからこそ分かんないっていう逆を逆が分かるじゃん、はい、まさか何回も言うけど58歳の親父が、はい、食べてまたぐるっとまた食べに来るって、はい、どんな味って思わない、はい、しかもただの人間じゃないよ、あの本当に嘘じゃなく年間、はいはい、700食以上外食してる人間です。それ何年続けてると思う？5年、あ、50年あ、40年か。今ちょっと水が来たな、気持ち悪いですけど。だいたい30年か40年そんなぐらい続けて食べ外食を続けた人間が2回行く。確かにね、まあ、それはそうですね。わざわざいっぱいあるね、美味しい店は。新潟に行ったらわざわざ、そうっすよね、戻らつまめ三条、いっぱいあるで。いや、せめてですよ、うん、せめてせめて、じゃあこれこうぶっかけとか、そうぶっかけとかせめてね、うん、なんかちょっと違うものを食べませんかっていうご紹介というか、ご提案ですよ、ね、ないです、そんなのね。ここに来て鬼面そば食わなかったら何なんだっつって、このその鬼面そばを食いに来てんだから。あ、そうですか。じゃあいいです。じゃあまた食べて同じこと言ってください。見てる人そう思ってるんでしょ。でもね、ちゃうんだよ、ちゃうんだよ。来たー、来た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 。はい、どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。その写真も昨日撮ってます。え、何写真撮ってますね。これ何これ撮ってます。撮ったかな、うん、撮りました、みんな。それ何かの偶然でしょ。なんかほら見ましたし、ベジャブーだ、なんだっけ、ベジャブーって言うんだっけ。ベジャブーじゃない、ベジャブーです。デジャブー、はい、デジャブーじゃない、それデジャブー。いやいや、そんなことやるっていう。ちょっと甘さと苦味、油、同じリアクションで、はい、浅漬けの綺麗な水分感が違う。これがうまいんすよね。買って帰りたい、はい、でも買って帰れない、泡が出ちゃう全部、はい、それもおっしゃったデジャブ、デジャブ、本当のデジャブを体験してみませんかっていう。デジャブな寿司そば屋、いいじゃない。2回食べてるっていう。すいません。うわっと光ってる。うわ光ってる。はい。昨日も同じこと言ってます。はい、どうぞ。うわ。天ぷらがまたいい。いいですね。今日でもタイミング今日早くていい。はい、どうぞ。美味しそうですね。まだ今日もまた一段。いや最高やでこれ。しました。はい、どうぞ。最高やこれ。これは返しがね、薄めなんですけど、はい、薄めがまた美味しいっていう。また同じことです。麺そば、この、あ、食べる順番が違うじゃん、先にこれ食おうよ。このキクラゲとゼンマイとかの、はい、白和え。甘みがあって最高、うん、同じこと言ってんな。同じですね、はい。これ意味あります。おめ、いや、あるあるある、ある取る意味あります。これ、塩な、塩、これ。じゃあ説明します？何が入ってるか。あ、これちょっと買った、インゲン。あ、インゲン。これなかった、インゲンなかった。インゲンなかった、インゲンなかった。インゲンなかった。何これ、インゲンがめちゃくちゃ美味しい。で、天ぷらで口をなんかすると、うん、このコシの強いこの、はい、お蕎麦が。本当コシ強いんですよね。うん。先にもう言えるもん。一回食べてるから。こっち側よ。コシの強い。はい、のどこし日本一、はい、知ってます。本当にやっぱり水が美味しい。うん、そばを洗ってる水がすごい綺麗、はい、うん、皆さん本当に美味しいものってこういうものかもしれませんよ。今この山菜をまたこうやって油、ごま油が効いてて、キクラゲのビタミンが体に入ってきて、
でまたそばに戻っちゃうね。三角食べですね。もう三角食べですね。このつゆの、つゆをね、ジバジバっと一緒にこうやってね。うれしそう。うれしそう。まあ、うまい、うまいっすね。よっぽどね。こんだけ美味しいものが、このようにあるってことを、皆さんに知っていただきたくて、今回は、またこの店に来てしまいました。ネイチャー。なんかほら、見ましたし、ベジャブだよ。ベジャブって言ったっけ。ベジャブ。ベジャブ。ベジャブ。山が微笑んだって味です。山が微笑んだ味。